はい、マスオ DB です。はい、今日もね、家のことについてやっておこうかなと思うんですけど、はい、ようやくね、電子レンジをゲットした僕なんですけど、次はね、ようやくカーテンを買いたいと、カーテンが欲しいということでね、ちょっとカーテンゲットしに行ってきたいと思います。ですが、その前にね、一つやらなきゃいけないことがあるんですよね。はい、実はね、僕引っ越してきてからね、まだ一回も測ってないんですよね、この窓の大きさとか全部。本当はね、普通引っ越し前にやっとくべきことなんですけど、なんかね、完成がするのが遅くてね、なかなかできなかった。はい、ということでね、まずね、ここになんかいろいろね測って書き込んでいきたいと思います。はい、ではやっていきます。はい、ということでね、絵心というものは僕には全くないんですけど、ちょっと書いていきたいと思います。まず今いる部屋、こっちリビング、リビングここで風呂が、まあ大体ざっくりですね。はい、こんな感じ。じゃないね、でここ窓で、これを測ってきた方がいいですね。まずここ窓で、ここにもちょっとあるんですよ。でキッチンで、まあこういう感じですかね、部屋で。今僕ここにいます。ちょっと汚いですけどね。はい、でまず測んなきゃいけないのが、こことこことこことここ、あとこの冷蔵庫の隙間と、ここ洗濯機と、これ洗濯で、これ冷蔵庫で、ここの隙間とここの隙間もちょっとなんかうまく使わなきゃまずいんでやるのと、あとここの入り口にロールカーテンをねやりたいんですよ。これもやっていかなきゃやばい。ということでまず測っていかなきゃね。あー、もうダメだ。はい、まあね、ということでね、まあこんな感じでちょっと測っていきたいと思います。まず1個目のカーテン測っていきます。カーテンというか、やっぱ窓を測るんだよね、これね。長さが、でけえな、結構。1m60cm、横 1m60cm。はい、縦が、110ですね、110。次のところも測っていきます。同じかな、やっぱ同じかな、こういうのって普通110、同じ、イエーイ。3箇所目を測ってみます。やばい、あーもう、はい、映っちゃう。4箇所目、ここがね、ちょっと縦が180cm、 110。ここもね、やんないと。入り口のところなんですけど、ほら今ね、寒すぎて段ボールでこう代用してたんですけど、これでも天井からでしょ。ロールカーテンってここの長さまであんのかな。いや、やばいやばい、足りない。よし、もう一つ。2m40 ぐらいですね。これ2m40 でいいや。92センチと15。はい、ということで全部測り終えました。じゃーん、見てください。うん、ちゃんと測った。これを持ってニトリに行けばちゃんと買い物できる。ニトリかイケアかね、どっか行けばちゃんと買い物できる。これですよ、まずはカーテンというか、むしろ一番最初にしなきゃいけなかったんじゃないかって思いますけど、はい、やっと全部測り終えました。これが片手にちょっとニトリに行ってきたいと思います。もしかしたらカーテンゲットしているかもしれないです。ちょっとね、ゲットするまで時間かかるかもしれないですけど、はい、
ということで今日は本当にどうでもいいなお前って感じですけど、家の中測っていきましたっていう動画を作りいたしました。はい、休みの日こういうのやってるだけでいつの間にか時間去っちゃうんですよね。最近やっぱ大変ですね、一人暮らしって。これからね、一人暮らしするっていう方もね、早めにこういうのはした方がいいと思いますよ。本当に本当に思います。はい、ということで今日のマスオ TV は以上です。以上、マスオ TV でした。バーイ。こんな動画よく作ってます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。